どんな瞬間でも周りの全てが輝いて見えた。そして全てのものに優しくなれた。恋は世の中の全てのことの始まりだということが分かった。ブレネリ・ブレネリガーの冒険のお話です。僕は30年経った今でも君を愛してる。だからこんなところでもう一度一緒に暮らそう。はい、こちら青春相談室、熊谷ベストンだ。ついに全てのナオンたちが君の虜さ。俺はなんと情けない、愛する人も守れない男だ。俺はお前が帰ってきてくれるなら、この命をどこのドイツにくれてやってもいい。ユリ、会いたかった。逃げよう、タモン。乾杯のポーズを取る。なんだなんだ。やっぱり偉大なミロクローゼはどこまでも偉大だった。さあ、ほな楽しい。